ね、日曜日だもんでね、バタの日記を出し、まあこの動画、バタの日記です。まあね、今日のバタの日記は、いつもの先週の動画と、あとは、ちょっとさ、ね、僕のさ、動画の作り方をね、変えましたもんでね、ちょっとそのことで話していきたいと思います。じゃあ、どうぞまあ、月曜日から金曜日までは仕事をやっていてね、うん。まあ、まず、動画は、先週、一日も休まずに出しました。ね、うん。まず、月曜日は、まあ、これ、チョロ Q のね、ハッピーセットの、チョロ Q のレビュー動画を出しました。ちょっと最近の子供には、チョロ Q 馴染みもないもんでね、うん。あ、ハッピーセットだけかなっていう子もおるもんでね、ちょっとね、チョロ Q を、ね、レビューしました。ね、うん。その火曜日は、ね、ハロピカの、ピカチュウがロボットになったやつの、レビュー動画を出しました。まあ、これももう、話題になっとったもんでね、やろうかなと思いましたからね、うん。水曜日が、キラッとプリちゃんの、ね、やってみたアプリのミラクルキラッツバージョンと、または、ね、やってみたデラックスセットを、レビュー動画を出しました。まあでも音声確認ですけどね、うん。まあ木曜日は、レイトンミステリージャーニーが発売日だったもんでね、それでね、カトリの謎解きチャームのレビュー動画を出しました。まあ、ちょっとこれなんですがね、うん。次に、金曜日が、ね、ダイアクロンのビッグパード GV、独立遊撃隊バージョンのレビュー動画を出しました。ね、うん。まあ、ちょっとまあ、これでもうおしまいだからね、ビッグパード GV のレビュー動画はね、うん。そして土曜日はね、まあ、本当は仕事だったけども、すぐに仕事が終わったもんでね、ね、それでね、昨日は休みを取りました。もんでね。そしてね、これを買いました。ベイブレードバーストのバスター、エクスカリバーと、ね、あとは、ね、超絶トリプルブースターセットを買いました。まあね、超絶トリプルブースターセットは、ウルボーグがついているもんでね、僕にとっては懐かしいなと思うもんでね、これやりたい、これは早くレビューしたいなと思います。まあ土曜日が、ね、稲妻11の11プレイカーの第2弾の2ボックスの、まあ、1ボックスの開封動画をやりました。確か、ね、1ボックスが24パック入りだもんでね、4パック全部開けたことになりますね。うん、まあね、いいけどね。うん、まあこれが、ね、先週の出来事でした。ね、さあ次は、ちょっとね、バタの動画なんですが、まあ、バタのチャンネルの動画なんですが、ちょっとさ、作り方を、ね、ちょっとシンプルに変えました。まあね、最初のところをさ、ちょっとさ、さ、去年から最初の、まあ、チャンネル登録とかさ、ツイッターのは、そのまま載せとるけども、最初の、なんか、やる動画、ところなんですが、そこはやめといてね。ね。まあ、てってっててててててての曲とさ、画像をちょっとつけときました。まあ、タイトルは変わりませんもんでね。うん。まあね、ちょっとそこだけを変えておきまし、まあ、そこだけを、やるもんでね。うん。まあね、確かね、先週かな、先々週だと思うけどな、うん。まあ、ちょっと理由が、ちょっと最初のところが、ちょっとどういう風にやるか考えると、ちょっとね、疲れてさ、ね、まあね、ね、まあ、疲れるのもそうだし、ね、ちょっとあんまし考えすぎると、ね、毎日出すのをやめるかもそうだしさ、まあ余計ね、しんどいもんでね、そこは作らずに、ちょっとシンプルに、ね、音と、ね、画像をつけておきました、最初のところね。うん。まあ、ちなみに一番最初はね、チャンネル登録とSMS のところは、一番最初だけどね。うん。まあ、ちょっとね、ね、何も、あんまし考えないように、ちょっとね、シンプルに作りましたからさ、うん。まあね、ちょっと考えると、ちょっと疲れるからさ、うん。僕ね、会社勤めやっとるからね、まあちょっと偉いのもあるからさ、シンプルに作ることにしました。ね、うん。まあね、そういうことなんですけどね、うん。まあ、自分のね、体のこともあるからね、うん。まあ、それが、動画の作り方を変えたことでした。ね、まあ、というわけで、今日のバタの日記はいかがだったでしょうか？まあ、そうだな。ね、一週間も連続で出したんですがね。まあ、ちょっとね、僕は夜しか、動画撮っとるもんでね。まあ、ね、それでね、夜遅くなっちゃうからね、朝にもちょっと響くことがあります。ほんでね、うん。まあね、一週間、うん。ね、毎日出しとるのは良いんだけどもさ、ちょっと僕考えてみるとさ、ね、ちょっと体力面じゃなくてね、体のことも考えてね、まあ、ちょっと今週から来週からは、もう、一週間すべて連続で、まあ、出さないと思います。ね、うん。まあ、ちょっと仕事と、自分の体のことも考えてね、うん。まあ、週に3回ぐらい出す出そうかなと思っています。ね、うん。まあ、あとね、日曜日と、ね、30日と31日、いや、日曜日と、月の最後の日と、月始めの日は出します。月の最後の日はね、何月に何円使ったか、何を買ったかの紹介動画と、月始めは、何月に発売するタカアトミーのおもちゃを調べた動画を出しますもんでね。うん。まあね、月始めと月の終わりの日は必ず出す予定でいますからね。うん。まあ週に3回と、まあね、できれば、1週間すべて出したいけどね。うん。それはわかんないからね。僕の体の考えてね。うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントには、ね、コメントには、先週こんなことがあったんだよ、とか、今週これをやりますでもいいので、ぜひ、書いてください。ね。コメントに書いてください。あと、滑舌悪いところもありますもんでね。そこだけは、ご理解お願いします。本当に申し訳ございません。あと、新しい動画を見たい人は、チャンネル登録をお勧めします。まあ、そうだな。明日と15日までは、お盆休み、仕事の方、お盆休みだもんでね。うん。本当は昨日からなんですが、ね。うん。まあ、5日間、休みが取れてね。まあ、ちょっと体力面も、ね、落ち着くなぁと思います。ね。うん。まあね、どっか行ったりさ、もうそうだけども、まあ、田舎に帰って墓参りとかする人も おるしさ、もう、そんなこともありますからね。うん。まあ、もう、お盆だからね。うん。まあ、多分ね、僕もね、外に出てさ、やれないレビュー動画もやりたいからさ、うん。まあ、これもやろうかなと思います。ね。うん。以上をもちまして、ね、8月12日のBATAの日記を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。BATAでした。バイバーイ。またねー。